はい、レザーアーチ商人のニコです。こんばんは。レザークラフトやってますか？うん。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ハンドメイド作家として生きていくための必勝法みたいなお話をしようかなと思ってます。よろしくお願いします。あ、その前にですね、今日も告知させてください。今週はね、土曜日曜、出店があって、両方ともね、まあ僕森口っていうとこ住んでて、隣門真市っていうとこなんですけどね、そちらの大和田の駅から近いんかな、大和田の万代のなんか地元の話ですよね。ね、関西じゃない人あれなんですけど、そちらの方の隣の木村酒類酒類販売店っていうとこで、2日間出店します。1日目はクリエイターズバールって言って、なんかワークショップとか、そういうお題のやつと、次は酒屋でマルシェっていう日曜日、いろんなお買い物ができる、イベントになります。もしよかったらお近くの人はぜひ遊びに来てください。でですね、ハンドメイド作家として生きていくための必勝法。まあね、僕のね、本当に何て言うの、自分がやって、あ、これはやっぱいいなって、うん、これやなって思うことを話していくんで、まあね、ニコさんそれはできないですよ、うん、これならできるかなっていう感じで、聞いていただけると嬉しいかなと思います。うん。まずね、まあハンドメイド作家として生きていくためにはやっぱり、ね、お金が必要じゃないですか。うん。まあ、趣味の人は違いますよ。趣味の人は今日は置いといて、ハンドメイド作家として食べていきたい。うん。生きていきたい。うん。副業としてでも。うん。っていう人はね、まずはね、まあ、ものづくりはずっとね、並行してやっていくんですけど、まずはね、マルシェ。うん。マルシェやったり、いろんなイベント系、出ることちゃうかなと思います。うん。マルシェって今いっぱいあるじゃないですか。多分ね、お住まいの、皆さんのお住まいの、近所にも、うん、ほんといっぱいあると思うんですよね。ちっちゃいやつでもいいんですよ、ほんまに。僕はね、ここ数年前までっていうかね、去年、今みたいに週一出てる、皆さん知ってると思いますけど、週一で出るようになったのはね、ここ数ヶ月ぐらいで、半年ぐらいなんですよね。で、その前はね、まあ、お店15、6年やってますけど、年にね、3、4回、多くて5、6回ぐらいやったんですよ。しかも、大きいとこばっかり、稲妻フェスティバルとか、大きいとこばっか出てたんですよね。ロハスとか出てたんですよ。でもね、近所にいっぱいあるなと思って、でね、とりあえず地元を攻めた方がいいなって。大きいとこってやっぱりそれだけなんていうの、認知度は高いしお客さんもいっぱい来んねんけど、出店料高いじゃないですか。うん、だし何万円とかするんで、やっぱね、まだ腕がない、うん、認知力自分のとこにない、売り方わからんっていうのにはね、やっぱりね、ちょっとね、ギャンブル性が高いなと、うん、思って、うん、うちもだから今大きいとこってね、そんな出てないですよ。7株ミーティング大きいけど、あれね、出店料そんなに高くないんで、とかね、まあライトニングさんの稲妻フェスティバル、あれはかなり、あれが一番でかいんちゃうかな今ね。年に1回、東京まで行って出てます。あれがやっぱ数万円しますけど、1日で何十万って売れるんですよね。あれはまあまあずっと出ていきたいなって、まあ旅行がてらみたいな感じで行ってるんでね。うん、あれは。あとね、やっぱりね、厳しいんですよ。他のやつ、ロハスとかも僕が、うちが出ても、やっぱりその、うちの色はロハスに合わない感じがするんで、今も今年は出なかったんですよね。あと、でね、最近はもうほんまに近所のやつとか、もう大阪県内、車で、ね、2、30分ぐらいで行けるとこしか出てないです。でね、大体ね、何千円とかなんですよね。1000円からもう、今度、
のとことか1000円なんぼで、そこからいったら5000円とか、だいたいそんなもんですね。高くても7000円とか、うん、1万円なのとこに行ってます。それやったらなんとかね、回収儲けまで行けるようになりました。うん、最初はイベント出ててもね、坊主も全然あったし、うん、売れても何千円では出店料とか出したらもう赤字とかも全然平気でありました。そんなんがちょっと嫌で、もうイベントを気持ちよくこうワクワクしながら出たとしても、そんなんがあったんですよ、うん、でへこんで帰ってきて、もう出んの嫌やな、こんなん一日店閉めて、うん、でもまあまあ今はね、ほんまにね、いろいろ出て、時事からがついたんで、まあ出て少し1日分ぐらいの給料が出るようになりました、うん、でね、一番良かったのはね、まあまあその非戦にっていう面ももちろんそうなんですけど、ね、僕はねイベントをその売り上げって思わずに、まあ売り上げも多少は持ってますけどね、もちろんご飯食べたいんで、キッチンカーで僕がストーリー見てもらって分かるように、フライヤーを配って認知度を高めてるんですよ。自分のこと知ってもらう、自分のホームページなりインスタなり見てもらうっていう。だからね、このね半年ぐらいでかなりインスタとか、まあこちらの YouTube もそうですし、 TikTok の方も伸びましたね。うん、でやるとやっぱりね、数字的にすごくこう見て、あ、この人こんなにやってるんやっていうのもあるじゃないですか。それってまあちょっとした信用度になるじゃないですか。で僕はその TikTok ライブで制作もしてるんで、購入につながりやすくなってると思います。ほんでお店にも来てくれるんですよね。やっぱそれが一番強くてね。だから僕はですよ、僕はお店があるんで、イベントの時はイベント価格っていう風にしてます。だいたい 20% ぐらい安くしてます。うん、そうせんとね、前はね、だからそれ一緒やったんですよ。ってなると別にイベントで買わんでも、あとにネットで買えばいいか。で、その間に忘れてしまうじゃないですか。うん、なので、イベント価格っていうのをうちは提示しないとダメなんですよ。まあ、これはお店やってるんでね。お店やってなかったら別にいいんちゃうかなとは思わんでもないけど、その辺はね、自分で考えてください。僕は、うちは、僕の作品を、見ていただいて、その場ですぐ買っていただきたいんで、まず、なんていうんやろ。宣伝として、イベント価格で販売してます、ブレスレット、まあでもイーグルキーホルダーはお店も一緒なんですけどね、うん、その他もろもろね、ちょこちょこそういうのがあるんですよ、うん、またその時だけのイベントでやるものもありますしね、これは今日はこんだけです、母の日と父の日とか、うん、あとワークショップとかそうなんですよ。ワークショップもね、最初ねワークショップバーってやるためにイベント出てたんですけど、最近はね、ワークショップの比率を少なくしてます。それはなんでかっていうとね、やっぱりワークショップっていうのはね、儲からないですよね、ぶっちゃけ儲からないです。で販売の方おろそかになるんですよね。ワークショップやっててついてんけど、お客さん見てる、じゃあちょっとね行けないですよね、一人で行ってるんで。で今は自分の作品やっぱり売ることが大事やなって、特に今ね作品がすごくねこう向上してるのが分かるんで、どんどん作りたいしどんどん売りたいんですよね。作らんとやっぱり物作られない、売らんと物作れないんで、なのでワークショップをやめたりしてます。でもう場所によっちゃワークショップをメインにしたりもしますけどね。それはもうほんまにその時時々そのイベントによって特性によって、ほんでワークショップの部材も変えたりしてます。うん、まあだから次のイベントもなんかちょっとそれを考えてますけどね。うん、そうですね、だからね皆さんもあると思うんですよ。でね、まだそんな数もない、数もどんで持っていたらわからん、値段の付け方もわからん、イベントわからん、どこにどんなやってるかわからん、多分ねそれやってたいつまでたってもね腕も伸びないんですよね。うん、やっぱりイベント行って自分の作品見てもらって、でお客さんの反応、これが一番ダイレクトに自分のところに届いてくるじゃないですか。
それで次はこうしようっていう、こんなこと言ってたな、次こんなん持っていこうとか、それの繰り返しだと思うんですよ。だんだん失敗を、最初失敗するのは当たり前ね、失敗をだんだんなくしていく、で新しいことに挑戦していく、もうこれしかないと思うんですよね。でこれって自分の力になるんで、ほんで物も作るんで、その分チャレンジするために、なので技術も向上する、だから最初からもちろんね、儲けようっていうのは絶対無理やと思うんですよね。僕いまだに別に儲けよう、だから儲かるって考えたらイベントにやっぱ5万ぐらい売れんとダメなんですよ、僕らお店やってるんでね。でもね、もう無理でしょうね多分、一応狙ってはいますけどね、多分無理やと思います。それよりも今は一つのイベント2、3万売り上げて、とりあえず1日分と、出店料払えたらいいかなみたいな感じです、その分お客さんにお客見てもらえるんで、だってね、インスタやったり、インスタなんか何人見てもらったかいまいち分からんし、反応ねあれですけど、実物じゃないんで、やっぱりね実際見てもらう数がちゃうんで、イベントって、だってたった100人のイベント、僕100人ぐらいの人知、100人ぐらいのイベントにも出たりするんですよ。あの友鬼さんとかそうなんですけどね、近所の大体100人ぐらいのやつを毎回、でも100人でも見てもらえるって1日でめちゃくちゃこう、なんていうんやろ、ラッキーじゃないですか、めちゃくちゃ効率いいじゃないですか、しかも友鬼さん1500円やったっけな、1000円やったっけなの出店料で、で1個でもね買ってもらえればね、ブレス1本でも買ってもらえればブレス2000円なんでね、もう元取れるんで、ね、車で行ってこいなんでね。そう考えたらね、なかなかっすよ、ちっちゃいイベントでも、近所の例えば商店街の、商店街僕行ってるじゃないですか、あんなんでもね、今回はちょっと2日目あれやったけど、1日目はまあまあ良かったんですけどね、そんなんも何人の不特定多数の人に見てもらえる、だから TikTok と一緒なんですよね僕からしたら。インスタ僕最初の方やってたけど、最近っていうかずっともう全然やってないでしょ、インスタ全然やってるイメージないでしょ、もうやってないんで、インスタのライブね、TikTok ライブじゃないですか、あれの違いっすよね。インスタライブっていうのは基本的に外部流入はないんで、内部流入なんで、自分と同じようなフォロワーさんが見てくれる、自分のフォロワーさんが見てくれるだけなんで、それじゃあ自分の腕上がらんなと思って、僕はTikTok ライブなんですよね。TikTok はもう外部流入になっていて、おすすめに出てくるんで、それで見てくれて、やっぱりコンスタントに売れるんで、ね、思いを派生できるんでね。そう、それがね、やっぱり1000円、2000円でね、できるんですよね、イベントっていうのは。これめちゃくちゃ本当に大事でね。で、そこから、フォロワー。もうね、1回のイベントそんな何人フォロワーできるかなんかもう考えたらダメだと思います。もうほんまにちょっとずつ、一人でもいいし、ゼロでもいいんすよ。だから名刺サイズのフライヤー、あれやったら100枚で僕のやつ3000円とか4000円ぐらいなんで、それでも高いですよね。もうそれもあれもったいなかったら自分で手書きでもいいし、紙にね、コピー用紙に100均で、そんなんでもいいし、まずそういうのを配って、こんなんやってるんで、もしよかったら見てくださいとか言いながらね、僕はね、ちなみに買ってくれたら、買ってくれたっていうか、買ってくれた時に袋に商品入れるじゃないですか、その時に入れてます。で、よかったら見てくださいみたいな、こんなんもやってますんでみたいな感じで、そんな感じにしてます。だからね、1回のイベントでね、多い時で10枚ぐらい、少ない時だったらね、2、3枚とかもありますよね、イベントその売り上げによりますからね。そう、ほんでこうイベントでこう結構お話、この人あれやな、分かってくれるなと思う時は出したりっていう感じにしてますかね、でそこからフォロワーさんがどんどん増えていけば、やっぱりね、今言ったように TikTok ライブやるにも、インスタライブにもいいんですよ。インスタライブやるときに見てくれる率が上がってくる、だってインスタライブって皆さんやろうかな、でもね、誰も見てくれへんかったらな、寂しいなとか思ってやってない人多いでしょ。当たり前っすよ当たり前っす。
僕今やっても多分全然見てくれないと思います、うん、久しぶりっていうのに3人ぐらい見てくれるかな。でも最初なんかもう僕でさえ一番いい時に 2,30 人見てくれてたけど、うん、僕も最初そうでしたから、ゼロから始めましたから、うん、1日ゼロとか全然あったんですよ。だってフォロワー数少なかったですもん。今ね、インスタの方3000何もいてくれてるけど、だからある程度人数はね見てくれるかもしれへんけど、でもほんまそんなもんなんですよ、それを積み重ねて、だからイベントも一緒ですよね。ゼロ円からだんだんと売れるようにこう試行錯誤、だからインスタもそうですよね。試行錯誤するんですよ、あれも。時間帯とか曜日とか、で見せるものとか、それをやってようやく何十人って。だから僕 TikTok ライブでも未だにやってますもん、それ。ところどころの売り方とか、音楽とか全て変えてるんで、それの積み重ねで本当にね、ようやくお客様から、お代金いただいて、オーダーものなんか、出来上がったものなんか買ってもらえるんちゃうかなって本当にねつくづく思います。この半年ほんまにね、多い時は週に2日イベント出て、やってます。こんなにね、川屋さんでなおかつお店やっててイベント出てる人おらんと思いますよ。でも皆さん見てる川屋さん、有名なかっこいいもの作ってる川屋さん見てください。結構ポップアップとかイベント出店とか頑張ってません？僕と同期ぐらいの人らのやつとか見たりするんですよね。あと僕が気になる、最近頑張ってんなと思います。最近めちゃくちゃ出てるなって。やっぱりそれぐらいせんと、あ、なんていうの、やっていけない時代にもなったし、それが当たり前の、ほんまに当たり前の時代になったんやろうなって僕はちょっと感じてますね。なので僕はもっと突っ走りたいなと思ってます。とりあえずね、週1イベントはもう今年はちょっとそれである程度いきたいなと思ってるんですよ。まあね、週1って言っても間空きたいんですよね、キャンプ行きたいんでねだから、週に4回5回ぐらいにして、ほんでちょっと、いろいろまだまだ探っていきたいところもあるんでね、探っていこうかなと思ってます。でそれをね、まず僕が体感実感、検証したんで、それをこうやってねお知らせできたらいいなと。ほんで皆さんがね、もうほんまにね、週1無理でいいんですよ。2週間に1回でも1ヶ月に1回でもやらないでしょ。なわけないですよね。やりますよね。やった方がいいですよ。だってインスタライブとか、インスタとか全てに顔出ししたくないしひんっていう人でも、イベントは顔出し絶対しなダメじゃないですか。自分がいいかな、ね、そのもしかしたらいつかはインスタで顔出し、TikTok ライブ、インスタライブで顔出しするための練習にもなるかもしれないし、あと喋りね、やっぱりコミュニケーション能力大事なんでね、それの勉強にもなります、あと皆さんがどんなことを川に思ってるのか、一般の人ね、そんなのすごく有益な情報を得れるんで、ほんでね、そうですね、もう一つ、ね、イベント出てたらね、めっちゃつながっていくんですよね。みんな自分一人でやってるでしょ。ほんでこっからインスタライブやった人っていうのは作家さん同士でつながって、インスタライブ楽しいなってなってると思います。これがね、僕まあ TikTok ライブもそうでしたけどね、やっぱ人とつながるって楽しいじゃないですか、ね、自分との共通趣味ね。マルシェとかね、イベント出てたらね、作家さん同士で絶対仲良くなるんですよ。今度は引っ張ってくれるんですよ。今度こんなイベントあるねんけどどうみたいな。来週のやつそうなんですよね、両方とも。今回その京阪とかもそうなんですよ、大半そうなんですよ。ほんで情報交換したりもするしね、やっぱりね、そうなるとね、やっぱり
イベント出るにもちょっと外れなさそうな、あっこのイベントやめときとかやっぱあるんですよね、うん、あっこはいいよとか、こここうしたらいいねとか、作家さん同士のとかあるんですよね、うん、そういうのもあってあるんですよ。そういうのもあってめちゃくちゃあのイベントっていうのは有益です、うん、だから安いイベントを近所の、特にね、自分のほんま近所でいいと思います。僕なんかお店やってるから遠いとこ行ってもなって思い出したんですよね、うん、とりあえず近場から、うん、だって僕が30分で行けるとかみんなも30分で来れるんでね、下手しいね、下手しいねっていうか、うん、ラッキーな場合ね、だから来てくれるのかな。あ、今日もね、あの今日水曜日なんで広報日なんで閉めてたんですよ。んで、コンビニに買い物行ってる間にパッて帰ってきたら、見たことある人座ってたんで、目の前で。あれ?と思ったら、そのイベントで、知り合った人なんですよね。ほんならその人、あれ?今日3時からじゃないの?まあまあ、1時からなんですけどね、今。いや、今日広報日でね、水曜日はね、物作るために閉めてるんですよ、って言って。あ、そうなん、ごめんごめん、言うて、今度帰るわ、とか言ってたんけど、やっぱり来てくれたんで、あ、よかったら見ててください、言うたらね、2つくらい買っていってくれましたからね。ありがたいですよね。そういうのも、やっぱり、ね、イベント出てるからこそ、うん。こういうふうに言えるようになったのも、イベント出てるからこそ、お客さんが来た、来てくれたっていう思いがすごく分かった、ね、分かるというか、うん。どうにか、満足してあげ、して帰ってほしい。そんで、それが伝わって買ってくれたっていうことやと思います。うん、ぜひ、うん、ハンドメイド作家でね食べていくには、うん、いろんなやり方あると思いますけど、うん、近道はないですよね。それ皆さん分かっているように近道はないと思うんですよ。ただ成功法、うん、でイベントに出るっていうちょっとした必勝法ですね。みんな普通にインスタに上げて、ベース出しとけば売れるっていうことはまずないと、これからの時代ないと思います。僕は何イベントに出る、たったこの一言必勝法、うん、だと思います。簡単じゃない簡単だと思いますけど、僕は出るだけですから、うん、出たらどっかで変わっていきます。またね、なんかね、思いついたら、最近ね、YouTube 全然更新してないですけど、もっと内容の濃い YouTube にしたいなと思って、もう、こういう風に、しっかりと、なんやろ、エビデンスっていうか、検証したことを話していこうと思ってるんで、今はね、こんな投稿になります。うん、なりました。今日はこんな感じで、一緒に頑張りましょう。では。